熊本の菊陽町ってとこなんですけど、そこの周辺だけ時給がめちゃくちゃ上がってます。もう本当に誰でもできるようなコンビニのバイトみたいな、でも3000円とか4000円とか。サプライチェーンって言葉を覚えて欲しいんですけど、サプライってのは供給って意味ですね。チェーンってのは鎖というか連鎖。実は僕たちが今使ってる自動車とかそういったものもそうなんですけど、すべてサプライチェーンっていうものを抜きには語れないんですね。例えば自動車を作るにしたら鉄が必要なんで鉄を作る会社があってみたいな、製鉄所があって、そっからそれを加工する工場があって、それで部品を作る工場があってっていうふうにこう連鎖してるわけです。これが一つでもこのピースが欠けると、実は結構とんでもないことになります。例えばウクライナで作られてるシェアが高いものっていくつかあって、例えばネオンっていうヘリウムとかの列にあるやつですけど、ネオンサインとかに使われてるネオンですね。ネオンは 7,8 割ぐらいがウクライナで生産されてて、別に難しいわけじゃないです。ネオンって空気中にあるんで、気ガスなんで化学反応しないので、ヘリウムは軽いんで宇宙に飛んでっちゃうと言いますけど、ネオンとかクリプトンとか重いんでこの辺にうようよしてるわけですよ。キセノンとかね、だから空気を圧縮して分離すればネオンっていうのは簡単にできるんだけど、簡単にできるからこそ儲かんないんで、みんなやってないわけですよ。日本国内で作る技術がないわけでもないんだけど、全然儲かんないんでやめちゃってますっていう話ですね。似たような話で、例えば蛍光灯って中あれ真空になってて、真空放電させたら紫外線が出るんですけど、紫外線に反応して光を出すやつ、これが蛍光灯なんですね。だから蛍光剤っていう本当に枯れた技術でも、日本に作ってる工場多分2社ぐらいあって、そのうちの1社が日夜化学工業って会社だったんですけど、蛍光材の需要っていうのはどんどん先ぼこそりしていってるんで、新しい LED で照明できたらいいよねみたいな感じで LED の研究してたら、赤とか黄色とかの LED はあったんですけど、だけど青を作るのが難しくて誰もできてなかったんですけど、その日夜化学工業の中村さんという社員の人が青色 LED っていうのを発明してノーベル賞を取るんですけど、そんな感じ。サプライチェーンっていうの、僕もロケットとか作ってるんでわかるんですけど、日本に1社しかないようなロケットの部品作ってる会社あるんですよ。シールって部品とかは本当に一社、イーグル工業っていう北関東にある会社が作ってるんですけど、ここ一社しか作ってないから、これなくなったら大変なことになるわけですよ。ロケットってのは先っぽに衛星を乗っけたらロケットですけど、核弾頭を乗っけたら核ミサイルになっちゃうんで、ロケット用の部品って意外と重要な部品で、例えばアメリカ製の部品って日本に輸入できないんですよね。ロケット用に使いますって言ったら輸入規制がかかっちゃいます。軍事同盟結んでるんですけど、意外とアメリカってそういうところ厳しいんですよね。日本でその部品が作れなくなるとロケット作れなくなっちゃったりとかする。それぐらいサプライチェーンって重要なんですね。車載用の半導体だけじゃなくて、そういった iPhone とかに使うためのチップも作りましょうみたいな話になって、熊本はもう空前の建設ラッシュになってます。熊本の菊陽町ってとこなんですけど、そこの周辺だけ時給がめちゃくちゃ上がってます。もう本当に誰でもできるようなコンビニのバイトみたいな、でも3000円とか4000円とかそういったレベルになってきてて、周りの会社が困ってる。TSMC がどん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 人を雇用していくもんだから、全然人が足りないっていうことになってる。特に建設業は資材の価格もめちゃくちゃ上がってるし、ほんと倍以上になってます。しかも納期がどん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 遅れていってる。コロナの頃も一回そうやって工場から人がいなくなったんで、一瞬、物が届かないみたいな時期ありましたけど、今はほんと長期的に物が届かないような状態になってる。特に建設とかをやる理系人材的な人たちっていうのはめちゃくちゃ人が足りてないです。ある程度高度な知識も必要だったりとかするんで、めちゃくちゃ人が足りてない状況になってます。でも片や一番人が今余ってるのどこかっていうと、ホワイトカラーの事務作業みたいなのする人たちですね。ここはめちゃくちゃ人が今ダブつき始めているから給料が上がらないですね。でもここって実はすごい必要ないとこなんですよね。どんどん人がいらなくなってくる分野なんですよ。皆さんご存知で AI、まあ、チャット GPT とかが出てきて、今マイクロソフトのオフィス365のコーパイロットっていうのが出てきていて、ワードとかエクセルとかそういったものを編集加工するような、これまで事務アシスタントみたいな人がやってたような仕事って全部コーパイロットが AI がやってくれるんでいらなくなるんですよ。でも今みんなが行きたいと思ってるのって、それブルーカラーとかガテン系の仕事じゃなくて、東京の都心の綺麗なオフィスでパソコンカチャカチャやってるみたいな仕事が人気なんですよね。だからそこすごくミスマッチが起きてて、
だから本当に必要なところにはどんどん人がいなくなっていてみたいな、これが本当の少子化かと。東京にいる人はあんまりんって思うかもしれないですけども、田舎行くと若い子がいないんですよ。私パン屋の FC をやってるんですけど、小麦の奴隷っていう、人材不足で店が潰れていくんですよね。頑張ってやったんだけど店長がいなくなりましたとか、アルバイトが採用できませんとか、頑張れば採用できるんでしょうけど、普通にやってたんじゃ人が来ないっていう、そういった状況になってきてるので、この辺実は解決していかなければいけない課題ではあります。びっくりするぐらい急速に人いなくなるんですね。まず今団塊の世代って言って、1945年戦争が終わって、その後ベビーブームってのが起きたんですね。戦争に行ってた人たちが帰ってきて平和になったんで、子供作ろっかってなるわけじゃないですか。でその世代の人たちが今後期高齢者、75歳以上になっていて、もうすぐ80、90になるんで自然に死んでいくじゃないですか。人口が500万とか1000万単位でどんどんっていなくなるんですね。その団塊の世代の子供たちが団塊ジュニアって言われてる僕とかの世代です。私今51歳です。20年後には71歳です。つまりまた死んでいく世代になっていくわけですよね。20年後、30年後には。だから団塊ジュニアまで死に始めると、今度は人口が1000万単位でどんどんってなくなっていくわけですね。そうすると日本の人口びっくりするぐらい減るんですよ。今1億2000万人いますけど、もう一瞬で1億人を割って8000万とか7000万とかの世界が見えてくるわけですね。だから皆さんが例えば40歳とかになる頃には日本の人口1億人はもう余裕で切ってると思うんですよ。結構やばいんです。今ですらこれだけ人が不足してるんで、労働人口がめちゃくちゃ減ってるんで、めちゃくちゃやばいです。